本作品は実話に基づいて描かれ、二度とこのような犯罪行為が繰り返されないことを願い作成されたものであります。過去の作品と違って、獄中の実像を描くため、刑務所内の建造物、房内備品等も1年余りの歳月を費やして、寸分たがわぬものを作成いたしました。なお、劇中、組織名登場人物の継承は略させていただきました。また、実名による個々のプライバシーに関しての配慮も十分に行き渡らなかったことを、ここに謹んでお詫び申し上げる次第です。ちょっと旅してくる。あとことはよろしく頼むんだ。あんた、花城さんっていうのかい？関東公弁取り調べ。あれやられたら次の日は少したたんば。懲役というのは人間以下ぞ。人間以下に人権なんかなか。1、2、3、4、5、6。はい、次。これから世の中出ていくこういうヤクザが、こんなところで牙抜かれたりしたらダメです。戦うんですよ、正論で。遅い。はい、懲罰になるって分かっとって、あげるバカがどこにおりますか。よしだ。二条さんに会うのってできるとですか。そうだね。何ですか。まあ、ウミガメの産卵見るより難しいかね。おめでとうございます、二条さん。早く社会へ行ってください。本当にどうもありがとうございました。出らん方はよかとじゃなかか。藤吉さんが帰ってくるのを待つんだって。藤吉さん、会えましたかね。あんたはな、19年も刑務所におったから、今の世間のことなんか何も分かってへんのよ。いつまで刑務所ボケしてんのかね。違うんだよ。そうやって自爆したらしい。あの、ずっと手紙を書いてたあの人にも会えずに。ああ、やっと立ち直ったと思ったのにな。刑務所で19年苦労して、それでやっとシャバに出たと思うたら、なんとかわいそうな人生かと思うですよ。本当ですよね。辛い話やね。ちょっと太ったかね。あ、そうかもしれん。でも元気そう。風邪一つひかんまい。そっちはどうだ。うん、元気でやってますけん。会長さんたちみんなも変わりないか。会長さんは元気やけど。どげんしたとや。いつももらってるお金が減らされたとや。はい。お前には苦労かけるな。何言うとですか。私はいつまででも待ち続けますけんね。時間です。元気でな。はい。翔子さん、切ないのは私も一緒です。
ですか、吉岡さん、ため息なんかついて。うちの会長もいろいろあって妻や若い者たちの生活が苦しくなってきてるみたいで。でも吉岡さんは会長のためにここに入ってきたんでしょ。ええ。会長には義理があるんでしょ。私のことはどうでもいいんですが、せめて若い者たちの面倒ば見てもらわないと。どう入ります。さあ、はったはった小林お願いします。入りました。そう、こいつの面倒を何とか見てやってくれんか。こいつのことを一丁前の男にしてくれんかの。この通りや、頼むわ。何をされるとですか。わしごときにやめてください。会長に頼まれてわしが断るわけなかとです。会長に死ね言われたらわしいつでも死ねますけ。どうぞ頭ば開けてください。わしの力ごとき大したもんやなかですが、会長の言うことやったらどんなことでも喜んでやらせてもらいますけん。おか、頼まれてくれるか。わしがこの世界で親と仰ぐのはこちらの親父さん一人です。本日から至らぬながらお世話させていただきますけ、よろしゅうお願いいたします。アホ、お前も寿恵ちゃんちゃんと挨拶せんかい。よろしく頼みます。その義理をずっと守ってきとるのか。こんなに立派な子分を持ってるのに会長さんは。いえいえ、わしはただのバカですけん。改心してくれればいいのにな。わしもそう願っております。第二次世界大戦によるアメリカ軍の空襲によって福岡も例外がなく焼け野原となっていた。そんな約束した覚えはなかぞよ。そんなインチキだ。なんじゃと。ふざけんな。おい、
から石井さん、ほんまの話、お湯を注いだらラーメンができるんですよ。嘘じゃないってば。いや、できっこなかったよな。ラーメンはおでかく鍋で茹でて、ほんで丼に移してできるもんだよ。石井健次郎は強盗殺人罪により死刑囚として26年間福岡拘置所に拘留されていた。死刑の執行は土日を除き午前8時から8時半であった。8時半からの運動が始まるとその日は死刑が執行されないという意味である。石井さんはね、洗濯機もない言うとるですよ。そんなな、お前機械が洗濯やら、お前するわけがなかろう。石井さん、あんた死刑から無期懲役になって何年入っとるんですか。そうやな、今年で30何年になるかな。出ろ。怖くないぞ。頑張れよ。死刑執行によって連れ出されるとき、恐怖のため歩けない者、または一人一人に挨拶をしていく者、暴れて房内から出てこない者、それぞれである。死刑執行日は全く本人に知らされない。死刑囚は毎日毎日午前8時から8時半が生死の分かれ目である。運動。30何年経ったら洗濯機いうもんができてね、その箱の中に水と洗剤入れとけば勝手に洗濯してくれるんですよ。で現にね、みんな着てるこういう作業服も洗濯工場でみんな洗うもんじゃ。そげな嘘に騙されるわしじゃなかよ。そげんこと言ってわしを担ごうとしたってこれダメだよ。そしたらあれでしょ、福岡刑務所からこっちに移送されるときに博多の町見よったでしょ。そん時もいくつも何十階建てのビルが建っとったでしょ。ビルは3階建てまでしかこれないはずだって。そんなな、何十階建てのビルなんかお前あるはずがないわ。護送車の窓から見たでしょうに。いやいや、カーテンこう全部閉められとったから、外は見えんかった。よし、出てこい。石井の共犯である西は恩赦をもらえず、翌日死刑を執行されたのである。
何がおかしい。石井健次郎は熊本に移送され、平成元年3月70歳で仮出所し、現在は仏門に入っている。いや、おお田記事、北陸の河内組長射殺事件の実行犯である大阪旗谷組組員田中誠二は15年の刑で服役していた。その田中が岩本という男に作業中突然襲撃されるという事件が起きたのである。森田さん、何ですか。十三工場で田中さんが岩本とかいう男と喧嘩したそうです。え、それで。後ろから棒で殴られたそうです。わかりました。岩本は喧嘩ばかりする頭のおかしいやつか。しかし畑にのおじさんところの人間がやられたのを知って見過ごすわけにはいかんな。ええ、森田さんの立場としては当然でしょうね。岩本は懲罰が終わるとうちの工場に来る可能性が強いな。社食じゃなく電子の方じゃ。人間が足らん人間が足らんと担当に言うときましょう。そうしてください。そう言っておれば田中さんが来れなくても岩本は来るでしょう。じゃあ全部この話は伏せて噂の習いをしましょうか。はい。それにしても岩本というやつは後ろから棒で殴るなんて汚いやつじゃ。鉄砲玉を誰にするか決めておきましょうか。工場に降りてきて5分以内にやらないか。1時間も2時間も経ったら割られる。自分が刑が短いのでやりましょう。いやいや、それはわしの仕事ですけ。満期も近いし大丈夫ですよ。いや、私は吉岡さんや木村さんとは離れたくない。私は寂しがり屋ですから、そんなことには耐えられん。沖縄の内場の棒を使いましょう。内場はここを出たら森田さんのところに行きたがってる男ですから喜んでやりますよ。内間、内間、すまんな。やる以上は5分以内にやれよ。わかりました。椅子を使います。おう、思い切って殴れよ。はい。これも後ろから。田中にやったと同じことやらにゃ分からんやつじゃ。作業を始め。木村康夫の人員不足の要請により岩本は33工場に出業してくるのであった。排撃1名。お預け。岩本、真面目に事故の内容に頑張る。はい。部長。はい。ちゃんとしろ。ここだ。おい。はい。教えてやれ。はい。ちゃんと仕事しろ。これで花城、吉岡、木村、内村の協力によって森田の顔が立ったのである。
So she does.